28です。こんばんは。もうちょっとなんでね、行きます、走ります、クアンタまで。さあ、よく見る ID さんが1名、あと他は初めてかな。で、ライザーが下方修正されちゃったんですよね。修正じゃない、調整ちょっとやりづらくなってしまいました。うん、最近はずっとブルーです。勝率がいいし、650っていうコストなんで割がいいんですよね。クアンタまでもうちょい10ゲインでどんどんかっ飛ばしていこうかなと思ってます。勝てればもっといいんですけどね。おお、敵さんも強いですね。コスト的には敵さんのが上ですね。お、そういえば第三勢力が集中介入です。よろしくお願いします。 いきなりナムさんって言われた。レベル4。わあ、シャンブロちゃん、どうすっかな。シャンブロはなんだろうな、10番さん、味方を近づけさせないのが一番いいんだけど、味方じゃん。後ろからも、あ、シャンブロは今フリーですね。味方機やられちゃったか。いたいたいた、ユニコーンかこれ。うわあ、誰だ。ユニコーンが倒れた。ユニコーン掴もうと思ったのに、残念。味方さん C がフリーですね今。よし、こっから行きましょう。1番さんが中継回ってる、回る機体じゃないな。2番さんがちょっときついな。はい、スキャリー。うわあ、シャンブロ狙ったよ、シャンブロ。よし、無視された、シャンブロに無視された。こっち打ち尽くしてからのがいいですね。多分10番さん狙ってくれるといいんだけどな、私を。いいですね、あの攻撃力。9番からロックされたんかな、8番か、9じゃなくて。真上からちょっとずれた位置へ、そろそろ撃てなかった、撃つ前にダウンした。回避が間に合わなかったですね。ああ、に落ちしちゃってる。みんな8番さんへ向かうような感じになってるんで、私は CA。 10
10番消えた。ああ、レーダー外か。何それ、投げ払われたよ。どんだけラグがあるんだあの人の。しつこいですね。3落ちしちゃいましたよ。みんなで拠点守りに行かなくてもと思うんですよね。横だけじゃなくて正面もガードがありますからね。こうなるよな。敵に釣られちゃいましたからね、味方全員が。はい、中継負けですね、完全に。しかも1機対して3機もいってる。これは完全に中継負けですね。第三どうのこうのじゃないです。味方は勝算なしです。たった1機を倒すために4人で行きましたからね。4人じゃない、3人か。しかも中継無視したまま、多分中継分かれた最寄りの中継で復帰してそのまんま拠点破壊されたんでしょうね。あんま画面見てなかったですけど、もう行くべきじゃないなと思ったんで。この人でしたよね、中継も1位だし、とどめ第3位のとどめもこの人ですからね。味方は勝算なしです。ないですね、強化プランが。いや、コメント